千金。どうぞ、はオクチャンネルだーん。今回なんですけども、ワンニャースクラッチでございます。で、はい、と今回なんですけども、こちら、はい、来ましたね、ワンニャースクラッチの最新作ということで、ミニチュアダックスフンド3ラッキーターゲットでございます。で、ラッキーターゲットというのは基本的にこのマス、これ全部削ります。で、この星に出た絵柄と同じものが出たら当たりですよという形になっております。で、絵柄もいろいろ種類あるんですが、犬、で家で、これごめんなさい、見えないな、これ見えないな、なんだこれ、はい、毛玉、そして首輪で、これ、砂の描くやつかな、ちょっとわかんないんですけど、はい、が、まあ、とにかく出たらいいよと。ということで、まあ、楽しむ分には、まあ、ここを全部削った上で、で、最後にここ削ったら楽しいかなっていう感じです。で、1等50万円、2等10万円、3等が1万円、1200円となっております。で、今回なんですけども、これ地域限定ですね。僕の場合、近畿宝くじになっておりまして、200万通り4億円使われております。そして、1等当選金額50万円に関しましては20本あるよということで、まあ数的には多いかなというところなんですが、まあなかなかね、どっちもどっちで全国がまあいいのかわからないんですよね。ただまあ地域宝くじの一つある可能性とすれば、やっぱり大阪とか近畿っていう関西圏に必ずそれがあるはずなんだと。あとはまあ要はその20個どこにあるかを探しに行くだけだよというところなんですね。まあワンチャンスが大阪になかったら、もうその段階で積みなので、まあなんかそういうのをちょっともうちょっと考えてほしいですね。大阪に1個は絶対ありますとか、なんかこう確定でね、各都道府県に1個あって、で、その、まああと残り何個かはまあまびいてますよみたいな。つまりだから大阪には必ず1個から2個ぐらいはあるんだよね、みたいな感じにちょっとしといてくれたら、なんか買い心地いいんですけどね。っていうところで。では早速ですね、削っていきたいと思います。企画千金。はい、では行きましょう。まずは1枚目でございます。こう周りから行きますが、こっちの方がね、じゃんけんの時もそうなんですけど、やっぱワクワクしますねーということだったので、今後ちょっとできるだけ、こういう風にしていきたいなと思いつつ、ちょっとね、そう忘れちゃって普通にやっちゃう時あるんで、それはちょっとご愛嬌ということで。ただね、この周りのやつマジ削りにくいんだよね、これ。ほんと削りにくくて。はい、一応ですね、権利としては、これ1,2,3,4,5 個ね、で全部あるやんという話で、まあ1はこれいらないんでしょっていう形ではあるんですけど、まあとりあえずどれか出たらいいよねということでございます。では行きましょう。いきます。頼む頼む。なんだなんだ、おさんすごい。ありがとうございます。ちなみにごめんなさい、そうだ忘れてた、あのね、最低保証の話してないですね。最低保証、これはこれね、こうわかんない。ちょっと何これ、なんか変なんですけど、数が多分3本じゃないかな、違うのかな、なんか数が変ですね。はい、まあちょっととりあえずこれも削っていくうちにわかるのかなというところでございます。とりあえず当たりです。ありがとうございます。イエーイ、来た来た。はい、でいきましょう。2枚目でございます。周りからいきます。頼む頼むぞ頼むぞ。あれ1いらないよね。1ってでも絶対嫌が王でも1個あるのか。そうだよね。じゃないと、だって、6マスあるからね。そうなりますよね。はい。では行きましょう。犬来てほしいな。ここに犬あるパターンはどうなのっていう。今のところちょっと前回違ったんで。はい。では、行きます。頼む頼む頼む。ええやるなよっしゃやったぞ。マジか。めっちゃ嬉しいんだけど。これ大丈夫だね。1個ですよね。1個同じですよね。同じ絵柄1個出れば、よっしゃよっしゃよっしゃ、OK です。じゃあこれ絶対出るんじゃない？これ絶対、そしてなんか息子がね、今、昼寝から起きたみたいで、今、ちょっと。はい、ちょっとね、息子が起きたみたいで、ちょっとギャン泣きしてたので、今奥さんに、預けてきました。はい、じゃあ行きましょう。超、やばいね、今の。1000円出たんだよね。気持ちいいね。最高だね。はい、行きます。はい、3枚目。行きます。これだって、よくよく考えたら、まあ、1以外は、絶対確定しちゃうよね。普通に考えたら。だって絶対出るんだから。だからなんかわかんない、関係ない、だからこう1出たら終わりか、そういうことですよね。そういう作りになってるってことですよね。はい、まさかリボン出ると思わなかったな。はい、なんかわからないですが、今のところ一応ここに、犬マークがロックされているイメージと、で、ここにさっきのやつもそうですね、これリボンのやつもそうなんですけど、
出てる位置が一緒なんですよね。なので、ここにちょっと1が出た時ちょっと危ないかなって感じです。いきます。あやさん3連発とかある？マジか。めっちゃ嬉しいんですけど、ちょっと待って、これあれですよ、前回のだから300円のくーちゃんの、あの運動会のやつも結構出ていたので、これやばくない？これ合ってるよね。1個ですよね。同じ柄が1個出れば当たりですよね。はい。で、これだから、はい、200円ある。シャー、連続している。気持ちがいい。気持ちがいい。そしてでも子供はめっちゃ泣いている。あの、ちょうどね、ご飯食べさせたら急に寝ちゃって、で、ベッド置いてて、で、撮影部屋がちょっとこう、ベッドの近所なんですよ。なので、たまにちょっと声聞こえがヒヤッとするんですけど、まあまあ、ね、起きちゃってもは仕方ないですから。まあでも本当ね、よく育っております。いきます！はい、4枚目。やばいね、今のとこいい感じじゃん。いい感じですよ。あ、なるほど、犬の位置が変わった。犬の位置変わりましたね。で、まあじゃああんまり関係ないのかな、なんかここの位置でこれでこれが大体多いかなみたいな思ったんですけど、関係なさそうですね。では行きましょう。どうなっている？まあどれででもいいんですけどね、今のところ。いきます。まだ外れがないか、外れフェーズ。おい、ちょっと待って、外れている。あ、そっか、ごめんなさい、これあれだ。え、6つあるんだ、絵が。1,2,3,4,5 個ですよ。いや、そうじゃん。え、で、どうなってんのこれ、何がなかったの、何がないの。骨か、骨。あ、骨あるときはちょっとダメかもしれないですね。まあ、もしかしたら、もしか、あ、でもさっきも骨出てるもんな。関係ないか。まあ、ちょっとなかなかわかんないな。はい、じゃあ、いきます！ 5 枚目、折り返し地点でございます。なんかあるんですかね、なんだろう、骨は、まあ骨、そっか、だから1と骨が出ると、まあ2つちょっとダメだから、あり得るとしたら残り、3つ、4つか、3つか、4つですね、4つになるっていうような感じですね。はい。とりあえず、犬、毛玉、で、砂かき、で、首はリボンですね。リボン。はい。では、いきます！お？あー、なるほど、そっか。そういうことか、骨があるから一個邪魔してくるんだ。で、外れが出てくるんだ。そういう感じだ。なるほど、なるほど、なるほど。今更感すごいよね。今更感すごいんですけど、一応ちょっと確認だけしていこうと思ったので。はい、じゃあいきます。6枚目かな、合ってるかな。はい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 。まあでもちょっと骨出てほしくないんですよ。骨なかったらほぼ確じゃないですか、なんとなくなんですけど。あ、関係ないかな。1枚目ってどうだったんだ。あ、骨あるわ、あるわ。はい、じゃあ行きましょう。1等がないので、ここ1等マーク出そうですね。はい、じゃあ行きます。やっぱり、やっぱそうだよね、そうなるよね。今のところちょっと見てると、とりあえず最低保証は3枚は間違いなさそうですね。はい、じゃあ行きます。まあとにかくやっぱりね、1等は取りたいんですけど、1等ね、そう、どう取るって言われるとちょっとそれはね、ちょっと難しいから勘弁してほしいなみたいなところはあるんですけど、あ、これもまた1等絵柄がないパターンですね。最大で、一応2等でございます。2等は、この家マークですね。はい、じゃあ行きます。頼む、家マーク、こいこいこい、来た、あります。家じゃないけど、あります。来た来た来た、これで最低保証全部クリアしましたね。はい、で、現状を言うとなんですけども、とりあえず、200円が3枚出ていて、で、1000円が1枚出ているという状態でございます。で、ございますので、どうなんだろう、まあ、僕、過去にウルトラマスクラッチ当てた時、これも結構何度もお話してるんですけども、1000円も入ったんです。なんかわかんないけど、200円が何個か当たって、1000円が当たって、で、最後9枚目ぐらいに、バーッて2等当たったりとかしたので、まあ、あらがち1000円入ってるからって、まあ、どうな、入ってないとは言えないっていうね、感じでございます。では、行きましょう。出してほしいよな。出したいよな。出したいわ。はい、あ、犬マーク出たね。嬉しいですね。で、家マークもあるんで。で、ここは骨でしょうね。はい、ということで、何がないかというと、毛玉か。毛玉がないので。はい。では、多分毛玉じゃないかなと思いつつなんですけど。行きます。さあ、来い、毛玉以外来い。
いや、まあまあ、なんかお決まり感すごいよね。決まり感あるよね。はい、とはいえ、じゃあ最後、あ、まだあったわ。まだあった。はい、これがごめんなさい、9枚目でございます。はい、じゃあ、いきます。頼む。頼む。一等当ててよ、マジで。唯一ですね、やっぱずっとやってる内容で言うと、やっぱスクラッチ歴がもう僕長くてですね、今何年目ですかね。もう何年だ、多分ね、何年、2016とかからじゃないですかね、からやってるんですけど、あ、それは嘘だな、17か18ぐらいですかね。はい、で結構だからもう歴も深いので、そろそろちょっと2等までは取った。だから5等6等7等え違う違う5等4等3等2等までは取ったんだよ。1等ね、1等取ってないで、取りたい。いきます。1等前ないけども、言えますか、2等だ、いけ。もうたびたび言いますよ、泣きたいよ泣きたいよ。でもどうなんですか、皆さん、あのスクラッチ、売り場で削ることの方が多いかもしれないですけど、出ません、出そうになりません、これクーみたいな。まあ結構お友達とかって2人で削ってる方よく見るんですけど、やっぱなんか2人でやってるのと1人でやってるのまず違うんで、一度ね、もし2人で買うことが多いんですとか多いんだったら1人で1回買ってマジで声、心の声みたいな、出ちゃいます。はい、それをちょっと僕が誇張してるというだけです。はい、では行きましょう、最後ですね、10枚目いきます。奇跡よ、来いよ、マジで奇跡来いよ。っていうか、そう、それで言ったらなんですけど、あのこれ真ん中にあの犬の枠出たらほぼ、あ、そっか、そうじゃないか、犬の枠ないパターンもあるか、そっか、だからそうだ、でもこっちの方がやっぱりスリルありますね、削り方としては、ね、優秀ですよね。はい、では行きましょう、最後、一応犬はある、そして、2頭はないんだが、3頭ですね、毛玉で4頭もある。で4頭2つあっても僕はいいと思って、なんだったら毛玉でもいいと思う。いや、もしくは1頭が本音でございます。じゃあ行きましょう、最後1枚、さあ俺は出せる、やれる子だ、いきます。頼む。うわー、まあ僕は猫派なんですけどね。